バファローズマウンド上、新外国人のマチャドですという、そんな村田さんの話もありました。もう首脳陣も巨人の首脳陣も打ち上げた若月が追っていきますが、スタンドに切れてファウルボール。2日連続のプロ初勝利誕生なるか。中山はショート正面ベース踏んでダブルプレーになりました。立ち上がった佐藤、あとアウト1つになりました。あ、ただ変化球、はい、もう全然しょうがない。防御率1点台、現在抑えの場に君臨しているこのマチャド。引っ張ってファースト正面、太田がベースを踏んで3アウト、試合終了。4対1オリックス勝利。素晴らしい。今マチャドのグローブの中にはそのウィニングボールがありましたが、この後どうやら佐藤のところにボールが渡りそう。そしてゆっくりと